ボタンシティ。はいどうも皆さんこんばんは、羊です。ということでボタンシティ、前回の続きからやっていきたいと思います。前回はね、はい、今聞こえてるこのロックなね音楽の正体を突き止めましょうっていうところで終わったんですよね、確かね。何なんだろうねこの音楽で、外から聞こえるらしい。なんで一旦今から外を確認していきたいと思います。はい、ということでね、ボタンシティ、前回までの再生リスト、概要欄に貼っておくので、ぜひ、チェックしてみてね。はーい。そして、チャンネル登録、よろしくお願いします。よければ、チャンネル登録していってください。さあ、この音楽の正体は一体、何なのか。やっていこう。よっしゃー、じゃあやっていこうかー。気になるね。何の音ですか？さあ、外出よう。はい。さあ、アンジー。アンジーじゃない。なんだっけ、名前。お母さんだ。お母さんなんか怒ってない？おい。アンジェリカ、そう、アンジーだ。ヘンネル、あなたに友達ができたのは嬉しいけど、この音は一体何？え？お友達、フェンのお友達なんか、この音楽の原因は。ドアベルを鳴らし続けたと思ったら、次はこれよ。私は仕事の準備をしないくちゃいけないの。お願いだからやめさせてよ、ちょーだい。あら、お友達なんだって。あららら、しかもピンポン鳴らしてるって。いやいや、厄介な人だな、誰だ？まったく。とりあえず、冷蔵庫の中、何もない。はいはいはい、同じだね。あ、なんかゲットした。なるほど。なんか知らんけどゲットしたぞ。さあ、行こうか。何ですか？正体は何ですか？来た。お？あれ？君は、チームのメンバーじゃないか。君かな？君なのか？何してんだ、こんなとこで。それる。お、やっと起きたか。ずっと待ってたんだぜ。メタルヨガだよ、テンネル。体を伸ばしてストレスを発散するんだ。朝これをやらないと一日が始まらないよ。なるほどね、メタルヨガなんてあんのこれ。にしてはちょっと人んちの前でちょっと大迷惑なんだけどね、これね。はい。でもなんでうちの前で？ごもっとも。お前が起きてこなかったし、いい場所だからさ。自分勝手すぎんか、ちょっと。そして、葉っぱのように。ヘンネルもやってみるといいよ。風の吹きや、吹き、なんだこれ、なんて言うんだ？山並みを意識して。お、なんだ。ふぅ、いい汗かいた。さあ、ボタン室に行こうぜ。昨日のゴバボットは、ほんの練習さ。今日はもっとレベルアップしていくぞ。厳しいトレーニングになるかもな。タフフラフィーズの奴ら見てるがいいさ。昨日のタフフラフィーズの話を聞いたよ。誰なの？タフフラフィーズ。ムカつく奴らさ。私たちよりも格上だと思ってやがる。私たちはタフじゃないってみんなに言いふらしてるんだ。なんでもいいさ。鼻垂れのガキどもの言うことだ。見せつけてやろうぜ。でも、僕はゴバボットをまだ持ってないよ。そうだった。ちょっと待ってて。さあ、ゴバボットもらえるのか。はーい。待ってろよ。お？なんだ？いいぞ、チャイムに任せろ。私はゾーンに入るからな。ここでしばらくヨガを続けてるよ。ゾーンに入んの？こっから。何？どうした？チャイブとラベンダーを連れてボタンシティまで行ってくれ。ほう。新しいクエスト。チャイブと、誰を？いや、うるさい、うるさい。まだやるんかい？やり続けるんかい？あんたは。チャイブと？いやー！ゾーンに入ってる途中なんだ。チャイブとラベンダーに会いに行ってくれ。ラベンダーね。なんでゾーンに入った急に。怖っ。はいはいはい。そういうことでじゃあ、どうにんの？さあ、ボタンシティに向かって、カフェにいんの？あ、え？
マートマート。あ、カフェなんか新しく追加されてんだけど。嘘。え、ちょっとカフェ行ってみようぜ。うわぁ、すげぇ、ここ初です。うわぁ、あら、あら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 、いいところでしょこれ。かわいいカフェ。あら、いいね。で、お客さんもいるわ。デカメガネ、デカメガネかけてるわ。すげぇ。さあ、サージュ、ハッスルに聞くコーヒーやよ。どっか行け。おいおいおい、心の声。よくないぞ。なんでそんなやる気ないんだ？何が欲しいんだ？パパ、なんでもない。小さいんだね。コーヒーください。イライラしてる？おー。まあ、とりあえず今これ関係ないから、今度ね、また。じゃあ何しに来たのさ。ごめん。それはごめん。ほんとごめん。冷やかしではないんだ。君は誰かな？オレガノ。このゴバボットのエネルギーは大量の豆から得られるんだ。大豆カプチーノに感謝しないと。逃げる。怪しいね。まあ、今度だね、ちょっと。今は違う。さあ、マートマートにいんのかな？パンダちゃん。え？あ、これラベンダーじゃん。そうだよね。あ、そうだそうだ。ゲームの前にブドウが食べたくて。ブドウが大好きなんだ。私のゴバボットのブドウがモチーフなんだよ。この時間にはいつもチャイブが働いてるんだけど、ドアが閉まってるね。あ、そうなの？チャイブが？あ、間違った。チャイブが？子供なのに？うん。でもチャイブの家族がやってる店だから。あ、そうなんだ。あれ？チャイブかな？レジの向こうにいるみたい。変な動きしてるけど。チャイブ、ドアを開けて。チャイブ、ドアを開けて。チャイブ、なんでドア開けてくんないんだ？ん？何をしてんだろう。周りを綺麗に吐いてくる。え、待って待って、何？見えない見えない。ん？あれ、チャイブじゃないよね、あれね。前々回ぐらいに出てきたあれ、ロボットだよね、多分ね。店番してる。ラベンダーそれ、チャイブじゃないよ。大丈夫かな？って、チャイブどこにいんの、じゃあ。おう、誰ですか？誰ですか、あなた。こんなとこで。え？アルファルファ。今後のことを考えると怖くなるんだ。大丈夫？逃げる。大丈夫？やばい。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 どうしたの？定期法確認するのを忘れてたんだ。ダンディーそうだけど、雨が降るの？ん？これが？雪が降ったらどうするんだ？そんな準備はしないぞ。こんな不確実なことは耐えられない。ちょっと頼まれてくれないか。はい、水が引いたら。なんだなんだなんだ、これ新しいクエストかな。引き受けてみようか。はい、ありがとう。今日の天気はどうなるんだ。あら、知ってるよ。どうだろう。あ、待って、そうだ、天気予報確認したよね、テレビで。あら、知ってるよ。そうだ、なんだ？晴れ、曇り、あれ？なんだっけ？あれ？晴れじゃなかったっけ？違ったっけ？もう一番最初の、あれだよね。動画だよね、確か。うわー、忘れちゃったよ。晴れ。他には？ちょっと全然覚えてない。待って待って、わかんない。まだあるか。そよ風、暴風。あ、そよ風だった気がする。うわ、それを聞いて安心したよ。今日の天気を教えてくれてありがとう。明日の天気はどうなるんだ？そういうのがないと、誰か教えてくれ。わからない。わからない。調べてくれ。なるほど。これ、クエストに入ってんの？あ、あった。晴れか雨か。アルファルファに天気予報を知らせよう。アルファルファに今日の天気を伝えよう。あ、今日の天気合ってたんだ、じゃあ。そうだよね。確か晴れだった気がするもん。アルファルファ、もう言いづらい。アルファルファに明日の天気を伝えよう。なるほどね。クエストが今2個か。ストーリーと、あ、なるほどね。あー、なるほど、なるほど。どうする？じゃ、一旦じゃあ、天気伝えようか。うん。明日の天気ね。家帰って、まだやってるわ、ヨガ。ヨガやってますわ、ここで。メタルヨガ。まあ、健康そうではあるよね。うるさいけど。
さあ、アンジーただいま。アンジーもこれからお仕事なのにね。ほんとに。テレビ。ここで確認できるはず。明日の天気だよね。よいしょ。確か前回全部見た気がするんだけど。天気予報。はい。天気予報チャンネル A ようこそ。いつの天気をお探しですか？明日の天気。明日の天気は曇り。気温は高めで強い風が吹くでしょう。天気は曇り。気温は高め。強い風が吹く。ほうほう。はいはいはい、オッケー。伝えに行こうか。アンチ行ってくるね。アンチ行ってきます。いや、長い朝だね。これまだ朝だからね。アンジこれから仕事だっつってたね。全然な、朝が終わらないって。どこだっけ？マートマートだ。はいはいはい。てか、チャイブどこ？チャイブどこにいんの？はいはいはい、来た。はい。アルファルファ、今後のこと考えて、怖くなった。なんでそんな怖いの？この子、この子。ねえ。まあ、僕も怖いけど。はいはいはい。明日の天気ね。わかるよ。曇り。で、ん？暖かいだよ。きっと気温高めだよね、確かに。うん。で、強い風。よし、それで合ってるか。あれ？間違ってる？暑いか、じゃあ。気温高めってことは暑いってことなのかな？さあ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 、ごめんごめん。間違っちゃった。曇り、暑い、強い風。それを聞いて安心して。ああ。でも、あさってだけ、今すぐ閉めた。こいつに構ってられません。ちょっとストーリー進めるわ。チャイブ探そう。チャイブどこにいんの？カフェじゃないよね。ボタン室にいんの？もういるやん、チャイブ。チャイブおるやん。誰かと喋っとるわ、これ。いた、チャイブ。何してんの、チャイブ、こんなの、これ。あ、ゴミ。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 ああ、またゴミ。ゴミしかないじゃないの。もしかして、いいのを隠してるんじゃないでしょうね。おい、俺はいいものを備えてるぜ。お前に見る目がないだけさ。よく言うわよ。古くて弱いのばっかりじゃない。間抜けのくせに言うじゃんか。これならどうだ？先週仕入れたばかりだ。ほとんど弱いのじゃない。これ以外はね、これ以外はね、これか、もらうわ。やるじゃない。500パルポイントだ。500？ バカじゃないの？ 100 よ。限定バージョンのパインラングだぜ。ゴアゴートトーナメントの参加者に配布されたものだ。500から下げることはできないね。トーナメントに出られるほどあなたは強くないじゃない。ああ、プレイしたりなんかはしないさ。でも、つてはあるんだ。富士スラッシュをあげるから50ポイントでどう？富士スラッシュと100ポイントだな。バカ言わないで。富士スラッシュと75ポイント。これで最後よ。よーし、いいだろう。どうも。ペンネル、払っておいて。僕パルポイント持ってないよ。ポイントがなきゃ売れないな。お願いよ、フェンネル。パルポイント集めてきて。そうしたら早くアーケード行けるわ。ラベンダーとソレルからもらってきて。これは投資だって言って。ラベンダーとソレル？わかってる。早くしろよ、マヌケ。リコリス。ずっとマヌケマヌケって。さあ。ラベンダーとソレルからね。ラベンダーと、ソレルはラベンダーいたね。ここに。はい。ラベンダーごめんね。ちょっとパルポイント。カツアゲやないかよ。パルポイントくださーい。チャイブドア開けて。チャイブにあったよ。え？マートマートにいないの？どこで？買い物してたよ。ちょっと怪しい取引だったけどね。買い物？リコリスからゴマボトを買ってたの？うん。あいつ、いつもぼったくるんだよ。今度はいくら引っ掛けてきたの？フリースラッシュと75パルポイント。うわっ。それでフェンネルがパルポイントを集めてるの？
もうチャイブったら。はい、これ私はマートマートが開くまで待ってみるね。ありがとう、ラベンダー。いい子だ、この子。めちゃくちゃいい子、この子は、本当に。うん。さあ、じゃあ、ソレルだ。ソレルって、ああ、ここにいるやないか、そうだ。家の前でやってたわ、それは。はいはいはい、パワーポイントください。ねえ、ソレル？大変ランドのために、パワーポイントが必要だって、チャイブが言ってたよ。大変ランド？超レアだぜ。ほら。いや、普通にくれたわ。え、ありがとう。パルポイントって何まず？ははは。カフェや、これ違う。ボタン押して。オッケー。さあ、かわいい子ちゃんいる、ここにも。はーい。まあ、今日はスルーということで。チャイブ持ってきたよ。ちょっと大丈夫なの？まあ、ソレルも言ってるから大丈夫なんだろうね。超レアなんだろうね、多分ね。やっときたい。はい、富士スラッシュと75ポイント。さあ、渡してちょうだい。はいはい。まず、数えさせてもらうぜ。1パルポイント。2パルポイント。3パルポイント。おい、まだ数えて終わってないぞ。別にいいでしょ。ほら、あなたのよ。無駄にしないで。パインラング。あ、もらったの、フェンネルは。ありがとう。行きましょう。ソレルがボタン紙の前で待ってるはずよ。あ、ソレル来てた。ああ、ラベンダーも来た。はい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 。なるほどね。なんかもらったんだけど、パインラングもらったわ。え？フラッフバフを見つけて、アーケードのプレイに使おう。もっと練習。なんだこれ？何これ？おー！なんだこれは？あ！あの左の緑がパルポイントかな？うん。で、590コインか。あれは普通のコインなのかな？スッパリングソーダ。なんだこれは後々かな、まだかな、はい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 。じゃあ、早速、ラベンダー、ソレル。ブドウが食べたくなったら、もう止められないの。ほうほう。ボタンして早く開かないかな。あ、来た来た来た。すごい。てか、お母さん大丈夫？ちょっとフェン。ね、フェン。ちょっとお母さんのこと忘れてないか。あ、ボタンさん。やあ、みんな。あー、ボタンさん、久しぶり。調子はどうだい？こんにちは、ボタンさん。元気だよ。朝の気合をバッチリ入れてきたから、入れてきたからね。タフフラフィーズも楽勝さ。チャイブが私たちのパルポイントを全部使ってなかったら、もっと良かったけど。これは投資よ、ラベンダー。私は元気よ。ありがとう。元気です。ママ。元気です。それはよかった。ボタンさんはいつもと違う感じじゃない？そうかい？ああ、実は年代物の木の櫛を手に入れてね。髭を整えるのにとてもいいんだ。いい買い物だった。それは、良かったですね。うん。100年以上も昔に作られたものらしい。この美しく埋め込まれた模様がまたなんとも。アーケードはもう開いてる？なんだって？アーケード？ああ、今来たばかりだからまだ開いてないよ。開いてないよ。まだ何も電源を入れてないよ。ポップ。ポップコーンはポップしないし、ソーダマシーンもガスとカプセルを。手伝うよ。あたしたち、機械は得意なんだ。責任感だってあるしね。全員じゃないけど。すぐに終わらせるからさ。座って待っててよ。どうだろう。ポップコーンを作るのはコツがいるぞ。じゃあ私たちがゲームアーケードだけ起動するのは？そうしてくれると助かるな。鉛筆のコレクションを整理する時間ができる。長いことほったらかしだったから。すぐに終わらせるよ。な。オッケー。うん、オッケー。なるほど。よし。いいだろう。入りなさい。おー、偉いね、手伝うの。ボタンさん。
さてみんな、ゲームアーケードのところへ行ってスイッチを入れてきてくれ。記録は？なーに？全部のスイッチを入れる時間、今までの最速タイムは？まだ測ったことがないな。じゃあ私たちが最初の記録だ。チャイブとラベンダーは下の階を頼む。私とフェンネルは上の階をやる。行くぞ。3、2、1。レッツゴー。あ、始まった。なんか始まった。はいはい、来た。なんか始まりました。上の階ね。はいはいはい。え？上の階じゃないの？ちょっと、それる？上に行こう。はいはいはい。え？はいはいはい。はいはいはい。どれ？あ、なんだ？何もじもじしてる？それる。何してる？フェンネル急げ！マシーンのスイッチを入れて回るんだ。スイッチが見つからない。え？スイッチ？どれ？これか？これじゃない。どれだ？マシーンのスイッチって。え？なんだ？おい、ゴミ落ちとんぞ、これ。蹴飛ばしとる。蹴飛ばしとるかな。え、どこにあるの、スイッチ。え、どういうことこれでいいの？あ、ついた？あ、なんだこれ、ついたっぽいな。はいはいはい。これを、ここでいいのか、じゃあ。あ、ついた。ついた、オッケー。はいはいはい。オッケー。え？なに？あ、来た。楽しいだろ？チームに入ってくれて嬉しいよ、フェンネル。メンバーが必要だったんだけど、適当な奴らじゃダメだからさ。力になれるといいけど。お前なら大丈夫さ。タフフラフィーズを蹴散らして、金のゴーボットを勝ち取ろうぜ。かっこいいよね。あ、これ分かった、これ。いや、今更だけど。あれなんだ、トロフィーみたいな感じなんだね、この、ゴバボットって、金のゴバボットって。どれだけ強いんだろうな。あ、違ったわ。訂正。よくわかんない。やっぱ強いゴバボットなんだね。うん。しかもわからん、ごめん。計り知れないぜ。それに、ゴバボットの歴史にどんな役割を持ってるのか考えてみろよ。ワクワクするな。もう、ゴバボット大好きなんだね、それらは。全部のスイッチをオンにしたな。ボタンさんに伝えてくれ。セーブ完了。はい、じゃあ、ということで、今日はここまでしようかな。ちょっと中途半端だけど。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。はい、今回はね、あんまね、メタルシティヨガ、っていう存在があると、知らんけどね、あるということが知れたんで、はい、今日はここまででいいんじゃないでしょうか。はい、次回は、じゃあ、ボタンさんに伝えに行って、多分アーケードやるんだよね、多分ね。ゴバボット、ゴバボットやるのかな。はい、ということで、ちょっと、はい、はい、はい。ここまでにしたいと思う。キレ悪い。はい。ということで、フェンネル、アンジーのこと忘れてない？今日思った方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、あと、高評価もぜひぜひ、ポチッと押してくださいな。はい。ということで、また次回のボタンシティでお会いいたしましょう。このゲームなんかいいよね。なんか色使い、色味、全体的な色。カラフルだし、ね、キャラクターも可愛いし、みたいな。すごいのんびりできる。なんか、力入れない、入れ、なんていうの？力まずできる。ゲームですね。はい。ということで、またね、次回は多分ゴアボットやんのかな、また。はい。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。